はい、アメシャワールド公式 YouTube チャンネル、本日は、ブブ横浜さん、こちらにダッチチャージャーを取材に来ました。キャットパック、ですね。こちらエンジン 6.4、 チャージャーチャレンジャーの NA 最強ユニットですね。こちらを見ていきます。チャージャーなんですが、まあ、最大の特徴というか一番のポイントは4マイドア、4ドアセダンであるということ。これが2ドアクーペの、チャレンジャーとの一番の違い、車としての使い勝手で言えば当然こちらが圧倒的に上です。でただし日本だとチャレンジャーの方がやっぱ人気が高いのはスタイリング的な問題かなとも思います。筆者だとこっちの方が使い勝手がいいかなっていう感じですね。はい、ホイールは純正ホイール、タイヤサイズはフロントが 275-40-20 で、ブレーキはブレンボのキャリパーに、スリット入りローター。まあノーマルでも十分にかっこいいデザインのホイールですね。はい、リアの、タイヤサイズもフロントと基本的には同じ、275-40ZR20、同じくブレーキのブレンボーで、ただキャリパーの位置が、リアは前側に来ます。まあ、タイヤサイズが一緒ってことはローテーションできるんで、そこはいいですね。このサイズだとタイヤもすごく高いですから。はい、ダッチチャージャー、チャレンジャーと違ってルックス結構変わってます。デビュー当時とはだいぶ変わってるんですが、まあこの辺はもう好みの問題、いいとか悪いじゃなくて好きか嫌いかですね。はい、こちらスキャットパークのロゴ、スーパービーのロゴとかはかなり好みですね。まあ、あとこちらボンネットフードのスクープ、こちらなんかもいい感じです。はい、この年式のチャージャーだと、テールランプ、左右がつながってる形なんですが、はい、こちらは結構かっこいいですね。マフラー、チャレンジャーはオーバルタイプですけど、チャージャーはこの横断型、普通の丸型ですね。はい、この辺はダミーではなくて生きてます。まあ、スタイリッシュなセダンですよね。まあ、かっこいいと思います。はい、エンジンですが 6.4 リッターの V8 ヘミエンジン、こちらはですね、SRT8 なんかに乗ってるユニットと基本的には同じです。チャレンジャー、チャージャー300なんかの NA の最強ユニットですね。まあ、スーパーチャージャーを搭載したユニットもありますが、まあ、こちらの 6.4 リッターヘミ、非常にパワフルでかつトルクフルで使いやすいいいエンジンだと思います。はい、インパネですね。インパネ、こちらは年を追うごとに、高級感を増してる感じです。で、今300、クライスラーの300とかはシフトセレクターはダイヤル式になってるんですが、チャージャーはまだこの
シフトノブを使ってます。で、こちらのモニターで、いろいろな設定が可能なのも、チャレンジャーとかと同じですね。メテアは非常に視認性がいいです。で、こちらのパドルシフトもすごく使いやすいですね。はい、シートは、メモリーで登録可能。まあ非常にスポーティーなインパネデザインですね。はい、それではちょっとインテリアシートを見てみます。はい、こちらシートバケットタイプのシートなんですが、色がツートンカラー、すごく綺麗ですね。こちら、サイド部分は通常の革で、ここはスウェードになります。で、刺繍入り、黒いレザーに赤いステッチ、すごくおしゃれですね。はい、リアシートもフロントシートと同じ、エンジ赤と黒のツートン、すごくおしゃれです。シルバーのボディの色にすごく合ってますね。はい、トランク非常に広いです。使い勝手がいいですね。こちら、ね、こちら300なんかにもあるんですが、ウーファー、セダンとしての使い勝手は本当にいいですね、こちらの車は。はい、それではちょっとエンジンをかけてみます。エンジンですが、こちらスタートボタン、すごく V8 らしいですね。こちら、ステアリングはパワーチルトですね。まあ、なんでしょう、すごく使いやすい、まあ、スイッチとかもそうですし、唯一こちらのシフトノブにちょっと慣れが必要かなっていうぐらいで、ものすごいパワフルなんですが、運転しやすい車ですね。はい、こちら走行距離11,378キロ、まああんまり走ってないですね。はい、基本的に車の設定は全てこちらのモニタータッチパネルで行います。まあ、マイル表示をキロ表示にしたりとか、まあ、こういった車両側のセッティングもできますし、アプリ、いろんな、ナビゲーションだったりとか、まあ、足回り、その他モニターへ、まあ、全てのセッティングこちらでできます。まあ、この辺はあの販売店の方に説明をしてもらった方がいいと思います。じゃあちょっとエンジン吹かしてみます。すごいいいエンジン、いい音
音がしますね。こちら、ダーチチャージャー RT スキャットパック、まあ、それなりに高価な車ではあるんですが、すごく魅力的ですね。セダンではあるんですが、よいしょ、ボディラインがすごく綺麗ですし、使い勝手も良好、走りは楽しいし、セダンらしい使い勝手の良さもあるし、でなおかつやっぱりヘミユニットを搭載したチャージャーとかチャレンジャーっていうのはリセールバリューも高いですし、で現状558万円ですけど、まあ言ってしまえば普通にクラウンぐらいの金額ですから、まあ、こちら中古車にはなりますけど走行まだ1万2000キロ保証付き、3年後5年後のリセールバリューを考えてもすごくいいお買い物になるんじゃないかと思います。